現実を目の当たりにして、でなおかつ東京とかだったらいろんな銭湯の知り合いさんとかいっぱいいたんですけど、同世代とか、まあ、孤独っちゃ孤独なんで SNS とか見て他の銭湯が頑張ってるの見たりとかしてちょっとうってなったりとかもあったんで、一回そこで銭湯のこと忘れようと思って、本日の湯の裏は東京を離れ長野県松本市松本駅から徒歩15分のところにある藤の湯に密着した。今年で95年の歴史を持ち、地元で愛され続けている昔ながらの老舗銭湯だ。お湯に使用している水は日本の名水100選に選出される松本の湧き水、煮沸せずに飲めるほど綺麗なお湯で、子供から大人まで安心して楽しむことができるのが特徴だ。浴槽の目の前がペンキ絵ではなく中庭になっている銭湯で、結構珍しい銭湯だと思います。コーヒーのお風呂だったりスパイスのお風呂だったり変わり種の、薬湯のイベントもやったりとか、いろんなことをやっている銭湯です。藤の湯を現在切り盛りしているのは4代目の阿部則光さん。阿部さんは4代目でありながら先祖代々家族で経営をしている藤の湯に新たな風を吹かせるため、東京の銭湯屋さんで武者修行をしていた異色の経歴の持ち主。今回はそんな阿部さんが作り出す湯の裏側に密着した。県内の銭湯だと一番天井が高いですかね。だからのぼせることもなくゆっくり入れるんで、常連さんとかだと1時間半ぐらい。やっぱりなんか常連さん同士で背中流し合いっこしたりとか、あとゆっくり使ったりとかすると1時間半ぐらい入ってる人の中にはいらっしゃいます。うちは基本朝やって、で銭湯サークルの子たちが手伝ってくれるときはいつも夜なんですけど、基本朝は僕一人で全部やってますね。藤の湯を4代目と共に切り盛りしている3代目のお父さん、一生懸命に何かをしています。何をしているのでしょうか。力はそんなに入れないんだけど羽が飛ぶよね、やっぱね。このところは軽装道だから、で今砂ろ過の浄化を使うところが多いんですよ。砂ろ過だとこの作業はないんでね、客船をかませれればその部分ヘアキャッチャーにゴミが移ってっていう部分なんだけど、個人的な感覚だとこの軽装道のろ過装置の方が綺麗になるかなっていうイメージっていうか、実感はあるんだけどね。まあ汚れるっていうこと以外はね、そんなに問題はないんだけど、疲れますよね。付着させてんのよ、とりあえず。本当？はい。まだ無理だわ。そうな、今40度あるし、20度あるんで見るんだからね。じゃあちょい温めで、で、温かくなったら白湯送っちゃって。1時間半もの長時間を藤の湯で過ごす常連さんがいるほど居心地の良い銭湯。その陰には4代目が自ら行う毎朝の清掃と銭湯をこよなく愛する学生ボランティアの存在があった。この学生ボランティアとの出会いにも一つのドラマが存在した。で、藤野のタイルを改修工事してる時に人手がもう足りなくなっちゃって、最初僕と親父だけでいろいろやろうと思ったんですけど、はい、手回らなくなって、はい、でとりあえず SNS でボランティアスタッフ募集してみようかって言ったら、もうずっと長期間その彼ら2人が来てくれて、そこからいろんな銭湯手伝いに行ったりとか、はい、松本銭湯盛り上げたいとかで考えてくれてて、去年の4月ちゃんとサークル化して、今年も活動継続してて、他の銭湯今うちも含め4件清掃手伝いに行ってるっていう感じですね。僕と僕の友達のちょうど2人で
立ち上げて、まあ最初はその友達と2人でいろいろやってて、はい、でもなんか2人でやってるとやっぱり限界というか、ちょっといろんな人とやりたいなと思って、うん、結構水野湯さんは松本の中でも大きい方の人なので、結構体力的にはきついんですけど、まあみんなでやれば必要です。今来てるその常連さんとかも僕が幼少期の頃を知ってるんで、継いでくれてありがとうってよく言われるんですけど、そうやって言われるとやっぱりやってよかったなってなりますし、例えば東京とかいろんなところから SNS 見てきましたっていうふうに言ってもらったりとかするんですけど、それでもう最高でしたって言われると、頑張ってちょっとやっててよかったなっていうふうに、そこら辺がやはり嬉しいですかね。個人的にすごい嬉しいエピソードがあって、年末年始のあのぶっ通しの営業をしてる時に、息子さんとお父さんとお母さん3人の家族で富士通にいらしてくれて、で東京の人だったんですけど、お子様がすっごい富士通を好きになってくれて、今年の年末年始も来てくれて、家族で結構銭湯を巡られてるらしくて、でどこ行きたいって言ったら富士通に行きたいって言ってくれてるらしくて、空の上で富士通の住所を言えるぐらい好きになってくれる男の子で、そういったお子さんがいたりとかするとすごい嬉しいなってなるし、頑張っていかなきゃなっていう風にはなってますね。めちゃくちゃ嬉しいことだったんですけど、この銭湯を旅の目的地にしたいという声をもらうほど熱烈なファンを持つ藤の湯。創業当初から続く銭湯にかける熱い思いが熱烈なファンを生み、世代が変わっても愛され続ける藤の湯が作られてきた。だが、そこに到達するまでには、人知れぬ苦労と日々向き合い続けていたという。お客さんが来ないとめちゃくちゃしんどいっすね。友達とかも応援してるよっていうふうに言ってくれるんですけど、営業時間とかの兼ね合いとかもあって、なかなか足を運んでいただけないこととか、お風呂関係で相談できる人っていうのもやっぱり少ないんで、東京とかだったらいっぱいいたんですけど、こっちだとやっぱり、若い人で銭湯やっていこうっていう人もなかなか多くはないんで、なかなかそうやって気軽に相談できる人もいないんで、たまにそこでしんどいなって思う時はありますね。もともとバンドでご飯を食べていこうかなっていうふうに考えて、東京でバンド大学生やりながらバンド活動もしてたんですけど、なかなかうまくいかなくて、組んでたバンドも解散して、どうしようかな、もう一回バンドやろうかなと思った矢先に、僕の面倒を見てくれてたここの藤の湯の2代目の女将が亡くなって、でこのタイミングでもうバンドも辞めてるし、じゃあ今残されてるものってなんだろうなと思ったら、ずっとやってたのは藤の湯しかなかったなと思ったんで、そこで藤の湯をやろうっていうふうに決めてましたね。もともとなんか銭湯ってどうしても同族経営なんで、他の外部の銭湯とかを全然知らないし、僕が修行させてもらったニコニコ温泉さんとか、もう自分たちで創意工夫でいろんなことをやっているんで、銭湯好きでこのまま残していきたいっていう思いもパワーもやっぱ違うなっていうふうに思ってたんで、僕その時は4代目っていうだけで、ただ自分の中でおごりがあったんで、ろくにそのツイッターの活動とかしかしてないし、このまんまじゃまあ何も変わんないだろうな藤の湯と思って、いろんな他の外部の銭湯の人と関わりだしたっていうような感じですかね。バンドを解散し、自分自身と向き合い藤の湯の4代目となることを決意した阿部さん。しかし、このままでは何も変えられないという焦りから、他の銭湯屋さんと関わり始め、後世に残したいという強い思いに刺激を受けた。この変化をきっかけに、藤の湯を一緒に支え続けてくれている父に対して、ある気持ちが芽生えたという。いや、一番はもう感謝ですよね。親父ももともと銭湯やってたわけじゃないんで、でも祖母が倒れちゃって、僕の親父的にもやっぱり藤の湯は思い出の場所だと思うんで、潰したくないっていうのがもう一番根底にあったと思うんで、意地でもずっと続けてくれたんで、あの営業回数とか少なくなっても、だから、まあ、感謝しかないですよね。残してくれたことに関しては結構難しいところではあるんですよね。家族経営なんで、やっぱり家にいても仕事の話、藤の湯の話しちゃうし、藤の湯にいたらもう藤の湯の話ずっとしてるし、だから自分でうまくプライベートを作ろうと思って一人暮らしを始めたりとかしてはいて、個人的には僕は
ずっとその銭湯のこと考えられるのはあんまり苦ではないんで、無理くりなんとかプライベートを作って一回リセットっていうふうにはしてはいるんですけど、基本はそこまで銭湯のことずっと考えているのは苦ではないですかね。むしろもっと考えたいなっていうふうに思ってますね。父の思いを再確認し、より一層後世に藤の湯を残すことに決意を固めた四代目の阿部さん。日々藤の湯の家族経営に奮闘する中、お客さんにより楽しんでもらえるように今後やっていきたいことがあるという。バンドマンだったんで、やっぱり音楽絡めたイベントだったりとか、他の町のいろんなお店ともお風呂を絡めたイベントをできたらなっていうふうには考えてまして、6月ぐらいに長野県の、喫茶店とコラボしてチャイのお風呂をやったりとかで、出店ブースを作って実際にチャイを飲めたりとか、あとは最近までやったスパイシー風呂、地元 の, そのカレーのスタンプラリーでお風呂屋さんでは初めて参加して、だいぶぶっ飛んだことをやるっていうのがニコニコ流だったんで、とりあえず誰もやってないようなこと、やってないことで一番を目指すっていう、それを藤の湯では今生かして取り入れてますね。いつ もう藤の湯をご利用いただいているお客様も、 SNS で応援していただいているお客様も本当にありがとうございます。大通りとか目立ったところにはない銭湯ですし、営業時間も短いですし、至らない部分も多いんですけど、もう半分僕は個人的に意地でやってる部分はあるんで、僕がくたばるまではここの銭湯を守っていければと思うんで、ぜひ一度藤の湯の中庭を眺めながらゆっくり温まっていただければなっていうふうに思ってます。僕にとって銭湯とはおばあちゃんとの思い出の場所でもあるし、お客様にとってはお風呂ってその肩書きとか役職とか全く関係なく気軽に入れる場所だと思ってるんで、みんなの日々の疲れを癒す場所かなっていうふうに考えてますね。いろいろ仕事とか嫌なこととか今の社会でいっぱいあるとは思うんですけど、でもなんかお風呂入ってる時とか、僕もサウナ好きなんですけど、サウナ入ってる時とかってそういう悩みって全部吹っ飛ぶじゃないですか。だから銭湯ってそういう癒しというか日々の疲れをリセットする場所なんじゃないかなっていうふうに思ってて、だからここのお風呂とか銭湯、いろんな銭湯でお風呂に入ってサウナに入って気持ちをリセットできる場所じゃないかなっていうふうに思いますね。日々の疲れを癒す場所、それをこれからも提供し続けるため、薬湯など新しいイベント企画を行っている藤の湯。こういった行動の裏には四代目の藤の湯を後世に残すという熱い思いが隠されていた。この熱い思いがまた新たなアイデアや行動を促し、そのアイデアや行動が人の心を動かす。藤の湯は今後もより多くの人の心を動かし続ける銭湯として後世に名を刻み続けるだろう。